これ玉ねぎ1個ってこと？1個、4個いる。4個で94円、うんうん、あ、買います買います。玉ねぎです、はいはい。こんにちは、マザーズカフェの西田はずさです。今回もご視聴いただきありがとうございます。前回投稿した動画、エンビジョン AI というアプリの紹介をしたんですけれども、あの動画を、投稿してからチャンネル登録者数が130人も増えまして、現在1530人の方が登録してくださっています。ありがとうございます。今回なんですけれども、全盲の私の買い物の様子を撮影しました。私普段講演会とか、企業研修に呼んでいただいて人前でお話をしていると、目が見えないと買い物どうしてるんですかってよく聞かれるんですね。で、いつも店員さんに手伝ってもらって買い物していますっていうふうにお答えしてるんですけれども、今回は株式会社マルエツ様のご協力をいただきまして、その様子を撮影することができました。スーパーで働いてらっしゃる方、目が不自由な方が来てどうやってサポートしたらいいのかなって困った経験お持ちの方はいらっしゃいませんか？動画を見ていただければ、こんな風にすれば一緒に買い物できるんだなっていうのが分かっていただけるのじゃないかなと思います。私と店員さんのやり取りにご注目ください。それではどうぞ。マルエツ到着しました。じゃあこれからお店に入ります。まず最初にサービスカウンターに向かいます。すいません、通ります。こんにちは。一緒に買い物をしていただくのは店員の影山さんです。まさにちょっとメモしてもらっていいですか？はい、いいですよ。ちょっと絶対買いたいものから順番に言いますね、はい、これです。コーヒーのフィルター、うん、コーヒーのフィルター、同じのがあるはずなんですけど1階にね、うんうん、1階、はい、あとは、昆布の佃煮と昆布、うん、あと味噌で、野菜のところでピーマンともやしと、はい、あとかぼちゃ、あとは焼きそばと、はい、豚肉、豚肉ね、あとヨーグルトと、はい、とりあえずこんな感じでまた増えるかもしれないですけど、はい、じゃあ一応読みましょうか。読んでください、はい、あ、果物だ、果物見たいんですけど、はい、じゃあチラシ読みますね、はいはい、価格は2019年10月23日時点、マルエツ K 店撮影。青ネギ、ね、生姜、ニンニク、オクラ、これが各94円。あ、90、え、これ玉ねぎ1個ってこと？4個いる。4個で94円、うんうん、あ、買います買います。玉ねぎ、はいはい。あ、柿ね、柿が1個95円。おお、結構いいですよ。いいですね、これ。へえ、2日くらい置いたらすごく色も熟した色になって甘くて美味しいと思う。そうなん、すぐ食べれない、うん、いや食べれます、すぐにでも食べれます。でも置いた方が美味しい、うん、ちょっと置いた方が美味しくなってるかもしれない。どうしようかな、3人だったら3人家族なんですよ。1個でいいと思う。2個もいた方がいい。2個ない、うん、あ、じゃあ2個買います。柿にしよう。柿でいいですか？うん、はい、じゃあいいの2個選んでください。大きな水だと、うんうんうん、焼きそばは、2つ入り、2食入りで、はい、なんかトレーみたいなのに入ってるやつで、はい、太麺なんですよ。太麺で、ソースもついてて、はい、なんか海苔、青さのりがついてるやつ。青さのり、そう、太麺の2食入り探してもらっていいですか？これじゃないね、なんかトレーみたいなのに入ってるの、パックに入ってて、麺が2個ついてて、太麺焼きそば、そう、あ、これ、それお好み焼きソースだ、はいはい、見せて、あ、これ、うん、これ美味しいんですよね、焼きそば、うん、味噌はパックに入ってるやつで、はい、だし入りじゃないやつ。あ、こっちの方が量少ないですか？650、少ないです。さっきのやつは750ですよね、さっきのやつが重いよね、うん、多分ね、いつもあれだ、750のやつだと思います。じゃあこちらでいいかな、うんうん、丸米の両手の味、全然こっちの方が重い、ずっしりしてますね。豚肉、あ、豚肉だ、はい、はい、300弱ぐらい、300、バラの300弱、うん、はい、うん、
うん、これでいいですよ。ありがとうございます。ひじこまくだいでいいんですか？そうひじこまくだいにごま昆布、しそ昆布、うん、おもち昆布、おかか昆布、いろいろあります。あ、ごま、ごま、うん、ごま昆布一つでいいですか？1個でいくらですか？1個はい、168円。一応見て、あ、これこれ、うちの子、うちのだって、いつも買ってるいつも買ってるごま昆布。あ、ヨーグルトね、あのなんかね、バニラヨーグルトのじゃなくなっちゃったの、流行りが、うちの子の流行りが、はいはい、今の流行りはね、4つついてるヨーグルトで、はい、ブルガリアとか、多分そう、ブルガリアだと、はい、ビフィダスの、4つのやつ、果物のやつで、ビフィダスのね、そう、はい、4種類ついてるやつ、ブルーベリーとイチゴと、はいはいはい、あとミックスと、あともう一個なんかがついてる、あれかな、ビフィダスミックスイチゴ4種類バラエティパックのやつ、多分そうそうそう、アロエとかミックスフルーツ、そうそう、アロエだった、アロエだった、うんうんうん、あ、これこれこれ、ありがとうございます。はい、はい、コーヒーフィルターもあって、はい、これで全部ですけど、はい、OK です、ありがとうございます。はい、お会計、はい、お会計お願いします。はい、あの前に3人いらっしゃいますので、はい、お待ちください。はい、ありがとうございます。袋大丈夫ですね。袋あります。1個でいいかな。2つ、2つ、いいですか？分かった。はい、かぼちゃと玉ねぎとお肉があるから結構ずっしりする。はい、はい、ないのでいいです。ちょっと待ってくださいね。今117円、ちょっと待ってね、あと200円ですよね、うん、今ね、ここに17円、ね、はい、1、そのお手伝いしていただくときに、うん、お手伝いするときに何か心がけてることとか気をつけてることありますか？はい、私はね、もう西田さんは一人のマルエツのお客様として、あの、まあ、たまたまお目がね不自由だっていうことだけで、うんうん、その代わり、目の代わりにっていうか、もう触っていただいたりとか、うん、なんかを感じていただいて、言葉で伝えようっていうだけで、ありがとうございます。すごい嬉しい、あの接してます。うわ、ありがとうございます。お客様としてみんなと同じような感じでやってます。うん、やっぱそう言っていただけるのが一番いいですね。うん、なんか見えないからこう大変な人が来たじゃなくて、うん、あの一人のお客さんとして、うん、あのお買い物する人っていうことで見てもらうのが一番嬉しいです。うん、ありがとうございます。いいえ、もう、うん、それしかできないのでありがとうつとない点もあると思うね。いいえ、とんでもない、来たりしちゃうことあるんですけど、でもいろいろなんか野菜とかもこれこういう風に料理しようと思ってるとか話もね聞いていただけますし、あ、これ美味しそうだから買った方がいいよとか、こっちの方がいいよって見ていただいたりとか、うん、いつもなんか楽しく、うん、私もお話しながら買い物できてすごい楽しいなと思って、ありがとうございます。また来ます。も私も嬉しいです。ありがとうございます。はい、ね、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。いかがでしたか？店員さんとのやり取り、サポートの様子、伝わったでしょうか？マルエツの社員の方はサービス介助士という資格をお持ちの方が多いんですけれども、特別な資格がないとサポートできないというわけではないです。目が見えないお客さんではなくて、一人のお客さんとして、その人がどうしたいのかっていう目の前の人とコミュニケーションを取りながら楽しくお買い物をしてもらえると嬉しいです。さっき私の買い物をサポートしていただいたサポートしていただいた影山さんも言ってくださってましたけど、あの目が見えないっていうだけで
一人のお客さんです。店員さんがそういう気持ちを持ってサポートしていただけると、私たちも買い物するのがすごく楽しくなります。買い物シーンでもありましたけど、野菜の大きさとか、果物の形とか触らせていただきながら、あ、これ美味しそうだよとか、今はこういうものが旬だよっていうようなお話をしていただけると、すごくなんていうのかな、会話も楽しくて、また行きたいなって、またあの方にサポートしてもらいたいなって思う、いつも思って私は買い物に行っています。主婦目線で、いろいろ様子を教えてくれるのがすごく、いつも楽しくて、いろいろお話ししてしまうんですけれども、まあそういうふうに大変な人が来たなとか困ったなって思うんじゃなくて、この人はどうしたいのかなって、何が欲しいのかなっていうのを一緒に考えながらサポートしてもらえると嬉しいです。そして視覚障害当事者の方なんですが、より自分の欲しいもの、大きさとか種類とかを具体的に伝えるっていうのはいい方法かなと思います。あと、私がコーヒーフィルターを買うときにやっていたんですけれども、以前使っていたものの袋を持って行って、これをくださいというふうに言えば、探す方もね、とても見つけやすいので、よりスムーズに買い物が進むんじゃないかなと思います。ということで、今回は株式会社マルエツ様のご協力をいただき、全盲の私の買い物の様子をお伝えしました。これからもですね、見えなくてもこんな風に生活してますよっていう動画を発信していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。西田あずさでした。撮影協力、株式会社マルエツ。